皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回は結構コメントでいただいてた、なんだろう、妊娠とかあと女の子のことについてちょっとお話ししていこうかなと思います。まず女の子は来ます。怪我をして入院した時から、7月の初めに入院したんですけど、7月末くらいに1回、2日くらいなんかちょっと出血があって、あれそうかなって思ったら、その次の月も来て、日にちがこうずれるっていうことは私はありませんでした。ナプキンを使うっていうのが大変なので、私は基本的に、生理の時はタンポンを使います。で、タンポンして、尿取りパッドをするっていう感じです。で、下半身麻痺なので、下腹部の痛みとか女の子のその痛みっていうのはないんですけど、ちょっとだるさみたいなのはあるかな。腰周りになんかだるさ、これは多分女の子しかわからないと思うんですけど、だるさみたいなものはちょっと感じます。で、あと排卵日とかに当たる時は、多分こう子宮が下がってきてるせいで、尿漏れっていうのも、いつもより、多いです。漏れる時間とか、いつもは3時間漏れないんだけど、排卵日の時とかは3時間しないうちに漏れちゃうとかっていうのはあります。なので、みんながみんな生理が来るかどうかはちょっと正直、わかりません。でも、来ないっていう人はあんまり私の周りでは聞いたことはないです。じゃあベイビーができるのかっていう話なんですけど、私の体ではベイビーはできます。積存の人は、特に、子宮に何らかの問題がなければ、下半身麻痺でもベイビーはできます。産む時は大体は帝王切開が基本なんですけど、生きんで赤ちゃんを押し出すことがちょっとでもできるとかっていう人は、普通に普通分娩で吸引してもらって、出産したっていう人たちもいました。なので、それは多分その時になってみないとわからない部分があります。妊娠中はやっぱお腹が大きくなるので、異常とか、一つ一つの行動っていうのが多分すごい大変になるし、自分の体重も増えるし、子供の分も増えるっていうので、褥瘡になりやすいっていうのも聞きます。多分子育てっていうのも本当に誰かの手を借りなければ一人では多分難しいのかなと思います。体幹が効かない分、赤ちゃんを下からこう抱っこすることができないので、ここら辺の高さにベッドをセットして、抱えることはできるかもしれないけど、そこはわからないですね。実際今、私に甥っ子がいて1歳くらいになるんですけど、立った状態での高い抱っこを好んで、過ごしてきた分、私がこう低いところで抱っこしてもやっぱ嫌がっちゃうんですよね。立ってこの揺れを感じないと泣き止まないっていうのが実際あるので、それは立ってそうなってるからそうなのかがちょっとわからないんですけど、そういう場合だったら立ってその揺らせる人にあやしてもらうことが必要なのかなっていう想像はちょっと私の中ではあります。ただ子供を持ってる車椅子の女性の方々はたくさんいるので不可能ではないです。私の思いとしては、もしそういう発信もいつかできたらいいなっていうふうには思います。やっぱり子供ができるってとても奇跡なことだと思うので、そういうのももしいつか発信できたらいいなとは個人的には思っています。こんな感じで、生理は来るの？赤ちゃんはできるの？という質問が結構多かったので、今回この動画を撮ってみました。また、疑問点とかコメントに返信はなかなか難しいんですけど、動画を通して、回答できることは
配信していこうと思いますので、ぜひ気になることはコメント欄にいただけたらと思います。では、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。